先ほどの続きです。すいませんね、あのね、山奥すぎて電波切れてしまいました。電波届かなくて途中でブツッと切れたんで、ちょっとねちょっとあれだかな、延長しようかなと思ってまた延長してますけどもね。ということでね、はい、今年の後半はね、やはりね、まさかみりほチャンネル、チョコマチャレンジチャンネル、どちらが先に収益化するか、ここですね、注目するところはね。まあ、当然ね、あのね、まあ、アドバイザーのチョコまんじゅうチャンネルも絶対見ていただかないといけない。うん、これは絶対見ていただかないといけない。まあ、そういう感じでね、やっていきたいと思ってるんで。いやー、後半も、もう今年も後半盛り上がっていきますね、本当に。まあ、ちなみにですね、まさかみりほチャンネルはですね、現在実はですね、もうね、1836本動画上げてます。はい。まあ、メインチャンネルだけでね、サブチャン合わすとかなりやばい数字上げてるんですよ尋常じゃないぐらいねいやー、でもね、こう上げ続けて、ひたすら上げ続けてよかった。うん、これやってないとやっぱりね、チョコまんじゅうさんに会えてなかったと思う。うん、そこね、うん、やっぱりね、上げ続けないとダメだね。うん。あの、やっぱ、何事もやっぱ続けないとダメ。途中で折れたらダメ。今ね、あのね、もう、動画上げるのやめちゃって、ね、視聴だけになってる方もいると思うんですけどもね。いや、ほんとね、うん。やっぱりね、今からでもいいからね、YouTube を始めたらいいんじゃないかなと思います。はい。ね。とりあえずね、まさかみりほチャンネルと、チョコマチャレンジチャンネルね、この二つのチャンネル、どちらが先に収益するか、見ていてください。ね。ということでね、はい。はい、何回も言いますけど、当然のことながら、あのね、チョコまんじゅうチャンネルさんは登録しなきゃいけないですよ。そこは登録しておかなきゃいけないんでね。そこ間違いないでね。うん。まあそんな感じですけどもね。はい。そんな感じでございましたけども、いかがだったでしょうか。うん。まあそんな感じで。はい。あとね、まあ、番宣ね。またね、デブさんね、デブ監督の、次のドラマにね、まさがみね、出演させていただくことになりましたんでね、そちらの方もね、ぜひともですね、よろしくお願いします。そちらの方はですね、今回ですね、まさがみはですね、占い師としてね、あのね、占い師の役をやらせていただくんでね。怪しい。まさがみが、まさがみりゅうほうが、占い師役なんて怪しい。そんなドラマに注目してください。はい。タイトルは確かね、恋する YouTuber だったと思うんでね。またね、はい、楽しいドラマになっていくと思うんで、皆さんよろしくお願いします。ということで。今回のこのまだつかねえよ、まだ大阪つかねえよそれでは皆さん、ごきげんよう、またね。